こんにちは、お疲れ様です。気になる男の23話でございます。えっ、ー、とね、長い動画が続きましたので、今回は短くもエッセンスの濃いところだけを抽出してですね、まるでエスプレッソのようにお届けしたいと思います。<laughs> まあ前回までで、えー、お金がないこと、お金があること、様々なシチュエーションを抜き出して、まあ、どちらにしても自分がね、お金の稼ぎ方を人に教えることができるか、子供たちが もしね、進学をしていい会社に就職するとしたらその全てのプロセスっていうのは少しでもお金を稼ぐため少しでも自分の望んだ人生を送るため少しでも自分の時間を有効に使うためさまざま要素の一つとして基礎教育、小中高等を受けていいくんだと思います。もし世の中にお金を稼ぐ必要がなければ、まあ、そもそも学校に行く必要は急になくなるんですよね。 それからね学校では全て教えてくれないそれは親がよく認識するべきだと思うんですよじゃあ学校で教えてくれないような税金のこととかお金の稼ぎ方人材育成っていうのはどこで身につけることができるかまあ家でしょうね私は思うに家庭教育をしっかりした上で学校の教育の身につけ方かわし方手の抜き方休憩の仕方先生との 対話の仕方。こういったものを家庭で身につけて、そして学校に送り出すべきなんですけども、でもそうではなくて、どちらかというと、学校ってのは託児所みたいな感じに、幼稚園、保育所のあたりからなってしまうんではないかなと。つまり、親が子供にばっかり関わってられないから、親が自分の時間を確保するために、幼稚園、保育所や小学校に放り込んでしまうっていう現実はあるのかなと思うんですよ。いや私はやっぱりね、保育所、幼稚園っていうのは教育機関だから、 ある目的を持ってコストをかけて我が子をお預けしてその目的が達成しているのかどうなのかってことを細かくチェックするぐらいの子供への意識を持ってもいいのかなと思いながら今ね我が子2歳の大和くんと過ごしてるんですよね。えっとうちの大和くんはインターナショナルスクールのキンダーガーデンっていうところに行ってます。要すするるにに何かっってていうとあの英語教育が主になってるんですよ その幼稚園では、あの、英語しか喋ることができません。ですんで、うちの子は0歳の時から、まだ言葉っていうのをね、認識する前から、英語に囲まれて生きてるんですよ。ねえー、まあ、おはようございますっていうのは、グッドモーニングだしね。上手に何かできた時は、エクセレーンって言われるでしょうしね。<laughs> で、お歌も全部英語ですよ。ね、どんぐりころころも英語ですよ、うん。そうなってくると、私たちも、家庭で、子供に教わることが多かったりするんですよ。 今2歳になるうちの息子、大和くんは、あの、様々な表現を英語でする場面が多くってね、発音がもうね、映画のスターみたいな、上手なんですよ。そこで思います、私は。私は50になりますけども、英語には、小中高、そして大学と関わってきました。プラス、ネイティブな方とのね、スピークをする時間も持ちましたし、スピーチをする時間も。 翻訳の仕事をしたこともありますそしてお茶の間留学ノバっていうのも経験しました1年間そうやってね英語に対してはかなりコストをかけてきたんですけども読み書きはできますけども聞いたりねヒアリング話したりスピーチこれね結局備わってないんですよ発音もデタラメですしねそれからちょっと流暢なネイティブな発音を聞くともう聞き取れないんですよ大好きな あロックミュージーシャンまあ海外の人が多いんですけどね英語で歌うわけですよ昔言うとねヨーロッパっていうスウェーデンのバンドとかねイングベイ・マルミスティーンとかね、えー、ちょっと私が大学生の時に大好きだったメガデスとかメタリカっていうヘビーメタルバンドこれも全部英語で喋るんですけどもあの歌詞カードを見てもねもう追いついていかないネイティブ発音が、まあ、そういった形で教育って非常に大事だなと思ってるわけなんですけども我が子はもうね英語を認識して英語で喋るわけですよ もうねパパママにね英語で喋ってこられると何言ってるのか分かんないですねこのぐらい差がつくんだろうなと思いましたつまりは教育にお金をかけるその環境を親が選んで子供に与えるとまさに親がねこうなってほしいという子供に育っていく可能性は非常に高いなと思いますね前回ね、えー、タカさんの方も娘さんが留学を希望するかもしれないと 奥さんが海外に行きたかるかもしれないっていう風なねまあそういうふうな当然起きるべき将来について近い将来についてお話しくださいました、まあ、その時にそれを提供できる環境に私たちはいますかってことも結構問われてくると思うんですよさあここまででちょっとね話をまとめさせてもらいます前回もキーワードが出ていましたけどもお金がないことねこれっていうのはどういう感情を抱くのかってことなんですよ はっきり答え言いますけどもお金がないことに対して私たちは罪悪感を抱えるべきなんですよお金がないことに対してねでもどちらかというと人は植え付けられるんですよお金があることへの罪悪感お金持ちになるための思考の罪悪感、ね、そして俺はお金をたくさん持ってるぜっていうことは発したないとかね反感を買うって思っちゃうんですよどうなんですかね私は大学に行ってるときに学食っていうのがありました 学食では定食の ABC っていうのがあって C 定食って結構贅沢なやつだったんですよまあ安かったですけどもねで私はねたまに C 定食を頼むのが学食で優越感を感じる方法だったんですよでも1000円もしないですよ780円とかそんなもんですよでもカレーとかラーメンが300円の学食ですからね780円ともなると結構ないい食事なんですよ はい、ちょっと話、脱線しそうなんで、もう一回まとめます。あなたは、お金があることに罪悪感を覚えてるんですかお金がないことに罪悪感を覚えるべきじゃないですか特に、一貫の主となったら、お金がないと、家族に何も提供できないんですよ。お金がないと、しつけという名前に隠れた我慢を強要するようなことになりますよ。もう一回私、自分の家のことを言います。うちの、 息子大和くんは0歳の時にプラレールっていうね電車のおもちゃとトミカのミニカーっていうおもちゃこれを全種類手に入れましたまあメルカリで中古で買ったんですけども20万ぐらいしましたねまあ全種類って言っても隅から隅まで買ったわけじゃないんですけどもさすがに20万円分のトミカとプラレールをね中古とはいえまとまった量を買うと段ボール10箱ぐらいになりますねもう部屋がねストックで埋まります1個 で大和くんには一番広い20畳の部屋を与えてますけどもまあプラレールねいくら組んでももう十分場所がありますしトミカをいいくら散ららら散散かかしても全然散らからないんですよ、まあ、そんな環境に大和くんは0歳の時から置かれてもちろん0歳の時にはもう動いてる車を見てるだけとかねこうやってせいぜいこうやって触るだけとかですけども今はプラレールのレールを組んで自分で走らせて電池を変えてみたいなことをしてます。 今はですよ。今まだ2歳ですよ。ということはね私は思うんですよ。あんまりたくさんのおもちゃを幼い頃に与えるとしつけに良くないから物を大事にしなくなるからみたいな理屈はありますけども何の何のたくさんのものを与えても大切にする心を親が教えていけばいいんじゃないですかって思うんですよ、ね。だって子供がいつもねあれも欲しいこれも欲しいっていう思いが叶えられないと欲しいものが叶えられないっていう精神力のまんま。 10歳、20歳になっちゃいますよ。欲しいものは自分の手に入るんだと。そのための方法、もしくはそのために自分に力添えしてくれる人を誰を味方につけるか、どう考えていくかっていうふうに思考方法を身につけた方が私はいいと思うんですよね。世の中でお,およそ手に入らないものは私はないと思います。ただ、手に入れるだけの力量が自分に備わっているかどうかっていう問題、その一つだと思うんですよ。はい、私の息子、山とくんは対象年齢3歳以上と。 いう風なおもちゃプラレールとトミカねこれを今ほぼマスターしてるわけですよ。トミカのおもちゃね車の小さなレプリカですけどもこれで見たことがない種類がないんですよ。救急車とかショベルカーとかねそれからフォークリフトとかあー飛行機もそうですしねそういう小さなおもちゃを全て経験して今3歳を迎えようとしてるんですよ。そうなるとねプラレールの件もそうですけども他の同年代のお子さんは。 あんまりそのおもちゃについて詳しくなかったりまだ自分が見たこともないおもちゃもあるわけですよねでそのおもちゃの使い方についてうちの大和くんは教えてあげたりしてるわけなんですよ今2歳にしてですよ3歳前にしてそうなると知識とか経験の上でで優位に立ってるわけなんですよねつまりリーダーシップになる要素を一つは兼ね備えてくれたんだよなかろうかとまだ全然わかりませんけどレースは始まったばかりなんでそういうふうに考えることもできますし、あのー、少なくとも言えるのは プラレールやトミカに今はもう飽き始めているってことなんですよ。で通常プラレールやトミカってのは5歳か6歳ぐまで遊ぶものだと思いますけどもでもうちの山とくんはそろそろ卒業しかけているというところでね次のフェーズに入るのかなと思うんですよ。で英語もこう喋っていけると。これってうのはつまりお金があるから環境を与えてあげてツールを与えてあげて早くマスターするような。あ まあ、育てて方方とかかね、遊ばせができるのかなっていうところではあるんですよね。それから私は結構自由な時間とそこそこのお金がありますんで毎日ね大和くんとお出かけをしてるんですよ奥さんとね家族旅行とまで言いませんけども通常は週に1回とか週に2回、えー、お子さんとねお父さんがお休みの時に家族でどっか出かけるってことがあると思いますけど毎日出かけるんですよね。 毎日が出かけると、それなりに思い出もたくさんできますし、まあお金はかかりますけどもね、かけただけの元は取ってるのかなと。いろんなところに思い出ができますし、私の行動範囲っていうのは半径100メートル、あ、100キロか。100メートルじゃ少ないですね。100キロなんで、歩きで出かけることもあればね、山道を行くときもあれば、海に行くこともあれば、で、隣の県のね、いろんな公園をチョイスして行くこともあれば、それこそ遊園地やテーマパークに行くこともあります。 そういう風な時間とお金があると家族にものすごくコストをかけてあげて家族のその見識といいますかねいろんな見るもの聞くもの関わるものに可能性を与えることができると思うんですよでもやっぱりお父さんに余裕がないと「お父さん仕事があるからしょうがないんだよ」とかね「お金がそんなにね親は金のなる木じゃないよ」みたいなことを言い続けないといけないんですよいやでもその私がちょっとね 一部参考にしてるヨザワツボさんの暮らしを見ると、子供って何を見てるのかなと思っちゃいますよね。だって家がいくつもあって、ドバイの英語ですよね、もちろん。で、YouTube でバンバン映りまくって。で、食べるものは高級なものばかり。でも子供は高級っていう、なんか認識はないわけですよ。当たり前なわけですよ。おもちゃもトイザラスに行ったら、あ、じゃあ全部買おうか、みたいな、そんなノリなんですよ。ヨザワツボさんから言うとね。買えるし、みたいなね。<laughs> で子供がこっちとこっちどっちにしようかなと思ったら「うん両方買えばいいじゃん」みたいな感じでねで買ってきた結果使わないものと使うものがやっぱりこう選べられるし買ってもらったから買ってもらったものを大事にしようっていう気持ちも大事なんですけどもでもこれ買ったけどいらなかったよねとか不要だったよね衝動買いだったよねっていうような感情を認めることも大事なんですよこれはいくつになってもそういうこと起きるじゃないですかうんそれからまだまだね私はね我が家自慢をしたいわけじゃないんですけども お金があるお父さんって家族のその道を開いてあげれるなっていうことも結構多いなと思うんですよ。やっぱり年間で150万から200万ぐらいかかる教育費をもうすでに私が払ってるわけなんですよね今。でもお金には変えられないような教育は手に入ってるかなと思うんですよ。ただ単に 親が時間を確保するためだけに子供をどっかに預けるみたいなね託児所じゃないわけですから教育機関に私は預けてるわけですからやっぱりどんどんね育ってもらって可能性を少しでも広げてもらうそして見識の広がったところで見える景色っていうのはさらに向こうさらにあの大きなものを見ると思うんですよ、まあ、そうするとね当然ですけども親を超えていく人間にはなるなと思いますしそうなってほしいですしね 少しでもいい就職先を求めるために学校に通ってるんじゃないよってことなんですよね。もちろんそういう要素があってもいいと思いますけども、世の中にはいろんな人がいて、いろんな仕事があり、いろんな稼ぎ方があるなってことを目の当たりにしてですね、こんな楽しいことでもお金になるんだっていうふうな、今までになかったような稼ぎ方、今までになかったような仕事ってのを自分の腕で作ってもらい、それを会社という形でね、社会にプロデュースしてもらいたいなと思うわけですよ。きっとそれがね、 あのー、自分の理想の会社を作るってことにもなりますし自分の理想の収入源を作るってことにもなるんですよその上で自分の作ったその会社に賛同する人がいたら雇用問題です人を雇ってあげるっていうこともできるんですよ、まあ、本来なら私はもう40代50代になってきます私たちはね高さんもそうだと思いますけども私も50代です本来なら就職先が少ないよとかね就職なんだよって 氷河期だよとかね、言われてる世の中に、うちの会社においでよっていうふうに、それはね、3人でも5人でも雇えるような体制を作っておいてもいいかなと思うんですよ。まあそういう意味で前回私はね、いい会社っていうのは自分で作れっていう、そう思ったわけなんですけどね。で、まさに私はロスジェネ世代ですんで、なかなかね、転職をしようと思ってもいい会社、自分に合う会社見つからなかったんですよ。でそもそも正社員っていう立場をやっぱ欲しいわけじゃないですか。でも、派遣社員ですら私を受け入れてくれなかった。 社会に対してじゃあ私はね自分で会社を作ってその自分で作った会社に自分で入社したらその日から社員じゃないかみたいな正社員ですよねそればかりかもう出世の必要がない社長からスタートですからいやこれはいいなと思いまして今でもね社長業を続けてるわけなんですけどね。<laughs> もうもちろん社長というと全部のリスクを背負わないといけないですしその代わり全ての繁栄と映画をね独り占めしてるわけなんですけども なんていうのかなそこで生まれた発想がリスクを最大限に引き受けるってことなんですよ。リスクを避けて生きる生き方、これも大事ですよ。でも私は結局金稼ぎでね、命まで取られることもないし、片手、片足を失うことはないなと思ってるんですよ。ですんで、どんな商売も、どんな借金も受けてたって感じです。結果はまあ、ここにたどり着いてるんで、うん、扱い方は自分以外の人にあんまりお勧めできないんですけども、うーん、まあ、 まあまあ成功だったかなというふうに思いますね。で勝負はこれからですよ、でも。50にもうすぐなりますけども、50からの人生がこの勢いで成り立つのかどうかってところは、これからもね、よくよく見ていかなくちゃいけないかなと思いますね。慎重に慎重に。だからリスクを抱えながらも、リスクに対してきちんと対処できる慎重さを持っていけばいいんじゃないかなと思うんですよ。それからお金持ち。この概念についてもちょっとお話したいと思います。ね、前半はね。 何をお話したかここまではお金があることの罪悪感ではなくてお金がないことの罪悪感を持てっていうことですよここまでお話ししたのねこれが今回の動画の一つ目のセンテンスですでここからお話しすることは金持ちについてですよね金持ちは汚い金持ちは悪い金持ちは結局税務署が入ってくるんだいろいろありますけどもいや私が言う金持ちってのはね別に大金持ちのことじゃないんですよね一1億2億稼いだからって言ってそれ金持ちですから 生涯賃金がね、3億前後って言われてるこの世の中、サラリーマンですら、生涯かけて3億円稼ぐわけでしょサラリーマンですらですよ。でも、サラリーマンよりもいい暮らしをしたくってサラリーマン辞めてる私たちがね、なんでサラリーマン以上の暮らしが結果できないんですかってことですよ。そう考えたら、生涯に男一人が稼ぐ金額、まあ5億はあってもいいでしょうと。そんなに5億って変な数字じゃないですよ。だって人から言われた仕事をしてもね、 自分が何も考えずにポワーンとしてる、まあそこまで言いませんけども、サラリーマンのように、リスクを会社に押し付けて、で、リターンだけを自分が得ようとするね。そういった会社員という立場、保険や保証がある人生ですよ。もちろんそれなりに、危ない橋も渡らないといけないと思いますし、組織の中で駒にならないといけない、塾自たる思いもありますけども、でも、行ってサラリーマンですよ。サラリーマンですら3億円稼ぐわけですよ。じゃあなんでね、サラリーマンよりもいい暮らしをしようと思って、サラリーマン辞めた人が、 5億をを稼ぐことと求められないんですかと1億2億稼いだら金持ちですかって全然ですよそんなのは1億2億稼いだからって言って金持ちにはなりません全然せいぜい家のローンが終わるだけ家族になんとか飯食わせられるだけですよ、ね、豊かさってのはもっと先にあります金持ちってのは桁が1個違って10億とかっていうところに手がかからなければ金持ちとは言えないんじゃないかなと思いますですんで金持ちなんてねろくなもんじゃないとかね 金持ちは悪いんだ。ね、私は別に金持ちのブルーには入ってないと思いますよただお金を稼ぐのに時間を極限まで使ってないっていう情報発信ビジネスに入ってますですんで多少豊かに見えるかもしれませんけどもでもね私の豊かさなんて中古の家を一括で買う程度のもの私の買った家のそばには同じような家が並んでますね皆さんサラリーマンですローンもまだ残ってるでしょ20年ぐらいでも 客観的にに見見て同じよように見えるわけですよだから私も電車になあ乗りませんけど電車に乗ればねみんなと同じ電車ですよ、うん、金持ちじゃないですよ金持ちはあれでしょ運転手付きの黒のハイヤーとかヘリコプターで移動するんでしょそんな人生は私には来ないですしそこまでは望んでないです私は言ってみれば幼い頃考えていた平凡な暮らしができればいいんですよその上でその暮らしを作るのにあんまり時間は使いたくないんですよね 一日に10時間サラリーマンの勤務をして平凡な暮らしをその引き換えに手に入れて35年ローンの家を買ってえ日曜日にはね家族でえ近くの公園にピクニック、うん、いいでしょうでもそれは私はね毎日10時間12時間働いてそれを引き換えにしようとしてるわけじゃなくてほとんど時間を使わずにやれればもう私はそれで OK かなと思うんですよ当然10億20億って金には私はたどり着きません でも、金を稼ぐことに時間を使っちゃうと、多分10億はいくでしょうけども、私の人生は、金のための人生になっちゃうんで、アンバランスなんですよ。金のためではなくて、家族で面白おかしく <laughs> やっていくためにね、少なくとも教育には遠慮なくお金が使える。子供が欲しがってるものには欲しがる前に与えてあげる。そして奥さんにはね、えー、まあ、季節に応じた、素敵なね、ブランド服をプレゼント。 するそのぐらいのことなんですよそののぐらいのことそして家族と一緒には毎日過ごしているというね朝から晩まで一緒という私がぷイッとね家出でもしなければ私は一人になる瞬間ありませんまあそんな形だったり私にもまだ両親がいますけども両親にはねもう40を過ぎて毎年あ毎月毎月お小遣いをあげてますまあそんなにね何十万ものお小遣いではありませんけども年金 以上の金額ぐらいは上げ続けたいなと思ってるところですよねでまあ敬老の時とかあいつは父の母の日にはまあ、手厚いまたおもてなしができたりとかねまあ、その程度なんですよだから外から見るとまあ割と普通の暮らししてるなとしか思いませんけどもそこに私は時間を使ってないってこととで、お金を使う時もちょっとだけね、うん、ワンランク上の贅沢 定食を A 定食から C 定食にするようなもんですよね。まあ、二段階か。そのぐらいのもんなんで、じゃあ私がジェット機を買うかって言ったら多分一生買えないでしょうし、クルーザー買えるかって言ったら一生買えないでしょうね。だからそういうレベルの人を私は金持ちと呼んでますんで、私は別に金持ちじゃありません。その代わりお金を稼ぐ平凡なカルシウを送るために時間をほとんど使ってないっていう、そういう世界にいるってことなんですよね。はい。金持ち。どんな概念をね、お持ちでしょうか。タガさんは金持ちってどういうふうな あのー、レベルが金持ちだと思いますどんなもんでしょうかねどのぐらいお金持ってた金持ちなのかな人に憎まれるぐらいの金持ちってどんなものなのかなと一つここでねクエスチョンをお出ししたいと思います、えー、そして金持ちについてねいろいろと考えるんですけどももう一つねちょっと私はね、あのー、ここでキーワードを投げておこうと思いますのでタカさんの反応を待ちたいと思いますそれはですね私はこう思うんですよ 金持ちのおかげで私たちはやっってていけるってこ,となんですよこれ分かりやすい例で言うとさっき私お話ししました私ね中古の家買ってるんですよ新品価格5100万だったらしいですでもお金持ちが5100万でこの土地とこの家を買ってくれたおかげで中古として私ね2000いくらだったか2800万で手に入ってるんですよだからそれだけ割安なんですよね得しましたよね だって5100万ポーンと出す金持ちが住んでた家に私はその半額ぐらいで住めてるわけなんですよ同じ環境を手に入ってるわけですよだからこう思うんですよ縁側にね座りながら庭を見ながらね素敵な庭だなと金持ちってのはこういう庭を作ってたのかっていうふうにね思うわけですよそれからあの何台か車を買いましたあベルファイアやセルシオやトランザムそれから軽自動車はねあの奥さんにあげたんですけどもその車を新車で買った人もいるわけなんですよ 新車で買ってくれて、丁寧に乗ってくれて、中古で降ろしたからこそ、私の順番が回ってきたんですよね。だってセルシオなんてね、なんか50万で込み込み100万でしたからね。安いなと思いましたよ。でも装備は一流じゃないですか。で、車にガタが来てるかって言ったら全然来てないわけですよ。さすがトヨタ車。30万キロ、40万キロなんて屁でもないんですよ。だから15万キロでセルシオ買った時でも、新車みたいな感覚ですよね。ただ中古だっていうだけで、 これだけけ安いわけですよ。私は新品で新車でお金を買うまでの度胸はありませんしそこにお金をかけようと思わないんですけどもおかげさまで中古っていうねお金持ちが使わなくなったそういった市場があるんでお金持ちが使っていたものを自分も使えるっていうことになってますねだからお金持ちのおかげで暮らしていけるっていうふうに私は感じますけども高さんはいかがお感じでしょうかこの辺についてもね次回24話をいただけると幸いかと思います タカさんとのやり取り、私にとってもものすごくためになっています。そしてこれからも百は二百だと続けていけることを考えながら新しいね問題提起をしながらこの動画を今回は終了にさせていただきます。どうもありがとうございました。まあ短めにと思ったんですけども結局このぐらいの時間になっちゃいましたね。じゃあ次回も楽しみにしてます。タカさん体に気をつけて家族と仲良く一緒に頑張っていきましょう。